はい、どうも皆さん、こんにちは。橋田剛です。今日もメンタル箱、昨日に引き続き、行きたいと思います。今日はね、今、車でね、千駄木の方まで来て、待機時間にビデオじゃないね、録画しております。ってことで、今日のテーマは、メンタル箱、早寝早起き、プラス、1個、やろうぜ、みたいな感じで。まあ、早寝早起きは寿命を伸ばすし、っていうことですね。で、プラス、アルファ、1個やろうぜ、みたいな。感じをテーマにちょっと話したいと思います。これもね、自分もそう思ったし、自分もやろうと思ったってことなんで、まあ、決してなんか、あれですよ。偉そうなこと言ってるブログとかじゃなくて、一緒に進んでいこうぜ、みたいな。三日坊主、三日スキンヘッドをなくすために、やっていきましょう、みたいなテーマで喋ってる番組なんでね。はい。ご了承願いたいと思います。ということで、寿命を伸ばすって、まあ、寿命は実際伸びないんですけど、まあ、なんかね、いい意味で健康的に時間を使えればなと思って、深夜起きて、なんか朝方とか、まあ、それもいいんですけど、まあ、早寝早起きして、まあ、健康的に寝不足にならない状態で、一日を過ごす。で、時間を有効活用する。で、一番、やってるものとか仕事も、いい状態で、健康的な、ね、ボディの状態で挑んでいくっていうか、それの方がパフォーマンスいいじゃないですか。で、プラスアルファ一つ、やると、なんかこう、わかんないですけど、僕もこういうのやってて、まあ、動画も上げてたりとか、まあ、ブログを一個、今日は一日書くぞとか、動画は一個編集するぞとか、なんかそういうの一個やると充実する。すげえクソつまんなかった一日も、毎日繰り返してプラス一個あると、なんか花が開くっていうか、その花が咲くっていうのはいつかわかんないですけどね、夢とか。そのやりたいことがお金収益化していくっていうか、マネタイズできるっていうのは分かんないですけど、いつか。で、なんか、部活とかもそうじゃないですか。学校で、授業を1時間目から5時間目やったアフターで、まあ、帰宅部の人もいれば、帰宅部だったんですけど、僕もね。まあ、でもバスケやってたんですけど、まあ、例えばバスケ部、サッカー部。で、やるから、それで全国大会行ったりとか、将来的に J リーガーになったり、例えば花開く。でもやってなければ、サッカーで、なんか、その全国目指すとか、まあ、J リーガーになりたいとか、プロになりたいとか、海外行きたいとか、そこに到達しないじゃないですか。だからそのプラスアルファ毎日、学校終わって1個やるとか、仕事終わって、動画の編集の、まあ、例えばね、その、ファイナルカットを使えるようにするとか、アドビのプロ使えるようになるとか、プレミア使えるようになるとか、なんかその音楽を作る、トラックを作るとか。なんかその写真の加工するとか、まあなんか服を作るとか、まあ何でもいいですよ。ものづくりで、まあまあ基本も全てものづくりじゃないですか。まあまた家の前で素振りしてとか、まあなんかそのボディービルだったらなんかとか、まあなんか何でもやりたいって絶対みんなあると思うんですけど、それ10分でも5分でも1時間でも絶対毎日1回やるみたいな。だからなんかその、早寝早起きまでは当たり前じゃないですか。当たり前だとして、プラス1、欲張れば2、必ずやると、いやなんか俺は今日やったし、みたいになれるし、なんか達成感ありますよね。で、プラス、まあその動画、僕だったら、こうやって上げてて、まあ、100人見てくれる、1000人見てくれるって、こう、101人が100、110人になったりとか、まあ、いいねの数が15が20になったとか、なんかそこがいいと思うんですよ。それがなんかいきなり1万とか、ああいうのは、まあそれこそそれは全て、何、プロ野球選手になる、代理がなるとかと、いきなりそこ狙えないじゃないですか。まあ、ステージがあって階段があると思うんですよ。おそらくね。まあでもあんまりいかつい目標にするとね、なんかしんどくなっちゃうと思うんですけど、でもやることがマジで大事で、達成感っていうか、なんか人生の幸福度みたいなのはなんか上がってる気がしますね。このブログも毎日やってて、いやもう1000回とか1万回回んないですよ、もちろん。もう本当100回単位のレベルなんですけど、本当でもそれで見てくれる人いるわけじゃないですか。ライブハウスを100人で満杯するのって難しいと思うんですけど、まあこうやって100人、まあ滞在時間ね、見てる時間はね、1分かもしれないし、ちょっと短かったりもするかもしれないですけど、まあこうやってね、みんなさんが見ていただいてくれるっていうのが多分すごい満足になると思うんですよ。まあそれはツイッターのいいねも何でもそうだけど、まあそこにね、あんまりフォームしちゃいけないとは思うんですけど、まあ何でもね、それよりも自分がやってく、ダイエットでも、そういう、筋トレでも何でもそうですけど、やってくのが毎日一日一回やると、気持ちよく寝れるし、気持ちよく朝起きれるし、仕事も、なんかこう、よし、今日帰ったらあれやるからっていう意味でやるんですよ。たまにでやると嫌じゃないですか。たまにしかやんない、今日はちょっと気分がいいからやろうってやると、明日はやらない。ってなると、ランダムな一日になっちゃうと思うんですけど、毎日やるってなると、毎日やってるのって、やっぱ10回やったら11回継続したくなるし、まあタバコ吸ってる人だったら、まあ僕も昔はタバコ吸ってたんですけど、3ヶ月やめたのに、いきなり吸いたくないじゃないですか。その、積み上げてきたものがぐちゃぐちゃってなるもの。なんでもそのレゴのブロックでも、
まあなんかその砂浜で作ったお城でも何でもそうですけど、なんか積み上げてきたものをいきなりバチャって、ちっちゃい段階だといきなりバチャってやってもいいけど、どうせね、明日取り戻せるみたいになるけど、でもなんかすごいこう積み上げてきたピラミッドとかをぐちゃってぐちゃぐちゃってやるのって、ゲームでもドラクエでもぐちゃぐちゃにするの、セーブが消えたりするのすごい嫌だと思うんですよね。で、今喋っててより気づきました。うん。ってことで、今回は、そうですね。なんか、あれですね。うん。早寝早起きは当たり前で、プラス1、なんか、毎日やろうぜ。みたいな感じで、もちろん土日も関係なく。雨が降ろうが槍が降ろうが、それは絶対やるみたいな。そうすると、なんか、一日の体感がすごい、なんかこう、ハッピーな感じになるかな、ポジティブな感じのライフになると思います。ってことで、今回6分、はい、短く収めました。夜編集して、アップすると思うんで、また明日、会いましょう。ってことで、橋田豪でした。メンタルハコー、また明日もよろしくね。バイバーイ。じゃあね、失礼します。いいねボタンよろしくね。